石燕の章、宗派の幕開け。1181年末、士官学校の休止からおよそ2年の時が経とうとしていた。アドラステア帝国では新皇帝エーデルガルトのもと、内政や軍政の改革が推し進められた。ファーガス新生王国ではディミトリが王に、レスター諸侯同盟ではクロードが盟主にそれぞれつき、かつての宮長3人が時代の指導者として大きく羽ばたきつつあった。新たな時代に向け多くの物事が変わり始めている、まさにその時、ついにエーデルガルトが動き出す。ポドラに住まう人々よ、帝国は立った。欺瞞と腐敗にまみれた教団を正すため立ち上がったのだ。教団はポドラを自らの思うままにせんと教義を利用し、人々から力を奪った。貴族を作り出して多くの平民を虐げ、王国や同盟の成立に暗躍して人々を争わせた。苦しみを与えながら一方で救済を嘘吹き、人々を操って私腹を肥やしてきたのだ。帝国はそんな偽善者らと一線を隠すため、南方教会を再建して民の安寧を守ってきた。そしてついに今、帝国は悪しき者たちを打倒する。ガルグマクを中央教会から取り戻し、教会に組みする腐敗した貴族を一掃する。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フルスベルグの名において、偽りの教団との開戦をここに宣言する。およそ2年、あっという間でしたな。ええ、でも短いようで多くのことがあった2年間だった気もするわ。アランデル校を排除できてから帝国は大きく前進した。政務の改革のみならず、外交問題の改善、軍政の強化、そして南方教会ですな。教団の支配にくさびを打ち込めました。中央教会からの糾弾や資格の対処まで一手に受ける羽目になった司教殿、バーリ伯は実に気の毒ではありますがね。それと姿を消したアランデルコーラの動向も気にかかるわ。長きにわたってフォドラの陰でうごめいてきた者どもです。身を隠すことに徹されては見つけ出すのは容易ではありません。そうね、今は目の前の難敵を注視しましょう。呼んだか、エーデルガルト。また懐かしい顔を集めたな。ええ、みんなよく集まってくれたわ。士官学校が休止になって以来かしら、この顔ぶれが揃うのは。そうだな、みんなそれぞれに役割があったからな。まあ僕とか一部の人は仕事から逃げて悠々と過ごしていた気もするけど。メルは一生懸命引きこもってましたもん。お父様が忙しいし大変だしで、ほとんど屋敷にいなくて、実は快適だったよな。私ブリギット・モドルいました。役目果たし再びここ来るです。さて、皆知ってのことですが、
近々帝国軍はガルムマクを攻めます。陛下も申請されるのですが、その際貴殿らに軍の中核を担ってほしいのです。長らく皇帝直属の軍が組織されてこなかったせいで、将となれる人材が不足しているの。あなたたちなら私も信頼を受けるし、適任だと思う。頼めるかしら。要は親父の軍は別で動くってことだよな。いいぜ、任せとけ。俺はいつでも出られるからな。そうね、テータであなたのために動くのも悪くはなかったけれど、大きな戦いが始まるなら私はそれをこの目で見届けたい気もするわ。私は陛下のいるところどこにでも参ります。当然ですけど。俺も準備は万全だ。ここまでしっかり鍛えてきたからな。期待しているわ。私の抜擢が間違っていなかったと示してくれることをね。ああ、任せとけ。期待以上の活躍をしてみせるさ。私にも期待してくれて構わないよ。必ずや、それに応えよう。神聖帝国軍、いざ出陣だ。ペルディナント、人の号令を取らないでくれるかしら。聞いてほしいのだが。ごきげんよう。やりましょう。頼んだぞ。はあ、実は、何でしょう。はい。
実はな。そうだな。ああ、アルフ、どうも。あ、ええ。元気みたいだな。どうだ？ああ、おっしゃ。ダメだね。そういや、ええ、やれやれ。そうだな。ダメよ。お前か。ああ、これはこれは。ええ、そうですな。いいかしら。いかがかしら。ということよ。頼んだわ。みっちり鍛えて差し上げます。立ち止まってはいられないもの。訓練を怠らず勝利をつかみましょう。多くの品々をまたのご来訪をお待ちしております。いらっしゃい、またよろしくね。どの戦場に向かうんだ。戦いが始まるな。奇戦制する。有効を思います。俺たちなら勝てる、そう思うだろう。何？
死ねばそこでおしまい。気をつけて動きましょう。先に撤退するぜ。進行する。手を貸してくれてもよくってよ。問題なかったな。あなたの力はこんなものじゃないはず。もっと見せてくれ。その身に刻んどけ。一つもらってくぞ。傷が深い。撤退しなければ。これで私たちはまた一歩進める。またこの力
帝国軍がバーガンディ領に侵攻した。今節のうちにガルグマクに到来するだろう。途中で食い止めることは不可能に近い。つまり籠城戦となる。でもお兄様、前節に西方教会が聖地を占拠した事件で騎士団の主力はガルグマクを離れてしまっているんですのよね。残りの人たちで守りきれるのか、私不安ですわ。その西方教会の一件ですが、帝国が裏で糸を引いている可能性があります。この徹底した情報の隠蔽と戦線から進行までの速さ、全て計算づくのこととしか思えません。その可能性は高いな。となれば厳しい戦いになるのは間違いない。最悪の場合、ガルグマクを放棄して逃げ出すことも考えねば。そんな、エーデルガルトは南方教会を利用して私たちの正当性を貶めています。その上武力で排除しようとは、このような暴虐の徒を許せはしません。叶うならばここガルグマクで帝国軍を残らず討滅してしまいたいですが。レア様、戦いは避けられないんですの？エーデルガルトさんは何を望んでこんなことを？正直なところ私にはわからない。教団を目の敵にしているように見えるが、帝国はわざわざ南方教会を再建している。セイロス教を排除したいわけではなかろう。このガルグマクが目的なのか、あるいはそれらは全て口実で単にフォドラ全土を支配したいか。どのような目的であれ、私たちはここを守らなければなりません。私は誓ったのです。二度とこの地を盗人に踏みにじらせはしないと。レア、皮肉なものですわね。このガルグマクの地に最初に攻め入るのがあの帝国の末裔だなんて。だからこそ容赦はできません。たとえ血を分けた遠い遠い末であっても、お母様の場所を汚させることはできないのですから。何か手伝ってくれるのか？作業は皆で分担しないとね。何か手伝ってくれるのか？二人とも頼んだぞ。私がいれば何も問題はないさ。一緒に頑張りましょうね。
やりましたね。お。何？空腹は一番の敵です。まずまずの味だな。これ大好きって知ってたんですか？ありがとうございます。これ私かなり好みます。あなた知る？驚きました。やるな。ところで、どの戦場に向かうんだ？戦いが始まるな。助け出す必要、急ぎます。力を合わせれば苦境だって乗り越えられます。いいさあ、早く手を貸すのです。ここはもう問題ないな。
では行くぞ。砦で制圧しました。目標達成ですね。ただで済むと思うな。救い出せてよかった。本当に。少しよろしいですか。これはこれは。お願いしますよ。施設のことなら何でもお申し付けください。
またご用がありましたらお越しください。あなたはこの戦争についてどう思っているの？少なくとも表向きは平穏だったフォドラに帝国が戦乱を巻き起こしたこと。突然なんだよ。何かあったのか？いえ、ただ聞いたことがなかったと思って。あなたはなかなか得意な立ち位置でしょ。そんなあなたに帝国がどう評されるのか少し気になっただけよ。必要なことだったんじゃないか。平穏って言ったって人殺し程度のことはそこらでいつも起こってた。傭兵の仕事が絶えないくらい賊が現れて貴族が争って火種はたくさんあったさ。人はそれだけ死ぬが、その分救われる奴だって大勢いるだろうよ。ずいぶんと割り切った答えね。お前の言う得意な立ち位置ってやつだからじゃないか。それならあなたが傭兵じゃなければ返答は変わったのかしら。そりゃ例えば俺が農家なら戦争は勘弁してほしいだろうな。いくら何年後何十年後の未来の帝国が素晴らしい国になってるとしても、戦争に働き手を取られたり土地を踏み荒らされたりしたら激怒するさ。でもお前は、俺たちはそれを承知の上で戦い続けてるんだろ。ええ、そうよ。なんというか、あなたは本当に冷めているわね。傭兵生活が長いからかしら、それとももともとそういう性格なの？まあ長いこと傭兵やってるからかな。仲間が死ぬのもしょっちゅうだったし、人には言えないような仕事だっていろいろと請け負ってきた。へえ、そうなの。どんな生活を送ってきたのかしら。そんな面白い話はないって。面白いかどうかは関係ないわ。必ず聞かせてもらうから覚えていて。別に構わないが、面白くなくても怒らないでくれよ。あのね、別に私は怒りっぽく、いや、何でもないわ。一番の敵です。まずまずな味だな。
美味しいわ。私好きよこういうの。お腹が減ったらまた来てください。空腹は一番の敵です。お腹が減ったらまた来てください。何か手伝ってくれるのか。作業は皆で分担しないとね。どの戦場に向かうんだ。十分は働くさ。勝利のため皆の奮戦に期待するわ。私も微力を尽くしますね。後ろはご安心を。しなければ。私の邪魔立てをするな。どこから倒すか。力及ばず、すまぬ。じゃ満足しきれない。俺の目指すところはもっと上だ。二人で決めつまぞ。お前らの負けだ。まさに一騎当選の活躍です。あなたがいてくれて本当に良かった。君のような若者に負けては私のメンツが立たないのだよ。ぜい、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 ぜい
ちの勝利ですね。手伝ってくれるのか？この二人と一緒なら心強いな。ペトラ、あなたにはいろいろなところで迷惑をかけるわね。こういった待遇も。いいえ、平気です。それ含める約定ありますから、気に病む不要です。帝国とブリギットの未来象徴する私思います、エーデルガルト様。ええ、私たちのように二つの国がずっと手を携えていけたらいいわね。作業は皆で分担しないとね。どの戦場に向かうんだ？